はい、大家好、どうも皆さん、こんにちは、やんちゃんです。もうね、上海の料理が恋しくて、今回はね、2年ぶりに上海に来ました。对、所以我这次来上海呢、就主要一个目的、就是吃东西。なんか今回はね、上海に行く前に、上海人の友達とか、あとは、ま、ネットでいろいろ調べて、現地の人が本当に美味しいと思っているお店を全部ね、食べに行きたいと思います。おはようございます。今、上海の家にいます。やっぱ今日はですね、一番食べたいのは、小籠包です。小籠包といえば、上海はね、一番有名なのは、南翔、南翔小籠包です。今日はね、まず、南翔に行きたいと思います。今年はね、なんか仕事とか、まあ、プライベートで中国と日本行ったり来たりすることが多くて、中国に帰ると、中国の携帯番号がないと本当に不便です。今回はね、めちゃくちゃいいサービスを見つけました。このサービスはね、中国联通、チャイナユニコムのチョコシムです。で、このシムは2種類があって、一つは、実際のカード、もう一つは eSIM というサービスなんですけど、eSIM というのは、実際のこのSIM カードではなくて、事前にインターネットで申請して、でなんか QR コードをもらえるんですよ。で、中国に行く前にその QR コードをスキャンして、自分の携帯のモバイル通信っていうところに実際のカードがなくても、もう一個の中国の回線を追加することができます。1枚のカードで2つの回線を同時に使えます。中国の旅行とか短期の出張とかには本当に便利です。プランはいろいろあるんですけど、私は今回 M のチョコプランを選びました。まあ1週間だからこれは一番いいかなと思って、私も今回初めて使ってすごくね、使いやすいです。はい、じゃあ小籠包食べに行きましょう。我们在现在去南翔的路上，这是皮蛋。今回呢，我ずっと皮蛋に動画撮ってもらう。让我们看一下皮蛋的车啊，那果然是喜欢斯兰达。那皮蛋的车も EV 車だよね。对对对。现在上海是不是基本上新车都是新能源？啊，对，因为很方便嘛，也便宜。是。主要是有牌照啊，上海牌照太贵了。そうそうそう。ナンバープレートはね、本当に高くて、上海のナンバーはね、普通だったら一個いくらぐらい？十万元。要十万人民币一个牌哦。EV 車だったらタダでもらえるから、だから今最近ね、若者はみんな EV 車買う。到南翔老街了。ここはね、結構古い街並みです。我还是第一次来南翔。这里的街感觉很中国。いや、お店はどこ？あっち？やんちゃんはね、いつもこうやって自分で撮ってんの。実はね、大変。ほら、これ重いよ。あ、在这里面吗？あ、这条街感觉很 local 啊。なんか私、ネットでいろいろ調べたんですけど、これから行く店は一番美味しいらしい。我觉得在这种地方肯定好吃。就这里、就这里。五界小龙馆。哇哦，好 local。ね、メニューはこんな感じ。小籠包10個600円ぐらい。なんかこの店はね、観光客あんまりいない気がする。来てる人はみんな、この近所に住んでる人たち、普通に上海の子とかを話してる。这个是什么？就米醋啊。米醋。对，米醋。哦。羊肉有空吗？没了，没在爱吃那些。这是鲜肉。就是这个小龙呢，一般要蘸醋。いただきます。哇，まずこの中のスープを飲みます。ほらほら、中のスープこんないっぱい入ってる。中にエビが入ってます。エビと豚肉。真的很好吃。この小籠包は多分私今まで食べた小籠包の中で一番美味しいかも。皮が薄くて中のスープも超美味しくて。这是草头。草の頭で書くんですけど、上海の独特な、まあ、野菜かな。あんまり他の地域では見ないけど、上海人はよくこの野菜食べます。多分ね、紹興酒で炒めたから紹興酒の香りがします。我每次吃到好吃的东西就会很开心。なんかああいう大げさな食レポができない私。日本のテレビを見るときね、なんかいつもみんな食レポすごいなって思う。演技がうまいなって思う。私演技ができないから、本当に美味しいものを食べたらもう自然に笑顔になる。ごちそうさまでした、美味しかった。そういえばこの近くに有名な観光地もあるから、ついでにちょっと見に行こうか。ここはね、南翔老街っていう、なんか中国の SNS で見た長辛楼っていうお店も小籠包がすごく有名らしい。南翔小籠包発祥のお店は、秋のこの南翔はめっちゃ綺麗。まあ、这条路很有生活感。很多爷爷在这里下象棋。
你们在打什么呀？斗地主吗？对，斗地主。そう、今回はね、上海に来て、美味しいものを探しに来たんだけど、一番有名な豫園と城隍廟は行かないことにした。なぜかというと、上海の美味しいものは全部あそこにない。今回はね、上海に来て、あともう一個めっちゃ食べたいのがある。就是那个醉虾和醉蟹。いろんな友達にどの店が一番美味しいって聞いてみたら、上海出身の友達がこの店が一番美味しいって言ったから、これから食べに行きたいと思います。あ、中はね、ちょっと撮影しづらいから、外で撮ろうかな。あ、好激動。もうね、今回一番楽しみにしてる。注文しよう。日本だったらお箸はね、こうやって置くでしょ、うん、中国はね、こう。あ、これデザート。一番最初にデザートが来るのもなんか中国。これめっちゃ美味しそう。ちょっと熱いかな。え、我朋友在旁边看我、我就很想笑。美味しい。这个很好吃。この中の団子、超柔らかい。甘い。ほんのり甘い。これ本当にうまい。うん。来た料理、思ったよりちっちゃいかも。ね。なんか、良いカニとか良いエビは、紹興酒と、あといろんな香辛料で、カニとエビをつけた料理ですね。カニ食べたい。あ、これカニ。え、そう、万一不好吃怎么办。美味しい。中国因为生的食物比较少嘛，但是这个是比较少见的，就是生的海鲜。哎，皮蛋生的东西你可以吃吗？ダメダメダメ。ダメダメダメ。そっか。私生の海鮮大好き。这个是什么海螺？花螺。花螺。なんかサザエとはちょっと違うかな。嗯。ね、こんな感じ。これも美味しいけど、ちょっと甘いかな。辛さも違う。これはね、結構辛い。如果不太能吃辣的话、不推荐点这个、因为还有一点辣。ね、エビ、虾虾。这个是熟的。多分一回茹でたエビをつけた。ね、これエビ。あ、エビ一番うまい。这个最好吃。あ、やっぱ一番人気。好吃、但是你要生的可能更好吃。对，我什么南方的火锅馍都美味しいと思う。本来这个鳝鱼。好呀，鳝鱼。これは普通かな。对，我们是非常诚实的美食博主。ここはね、中国の食べログ大众点评2023年のランキングに入ってます。哎，这个豆面我是第一次吃。这豆面就是北条，我看起来。错。じゃがいものフォーみたいな食感、もちもちして、食感は好きなんだけど味は微妙に甘い。私はちょっと苦手かもしれないけど、日本人の口に合うと思う。チャイナユニコムのチームカード使ってるから、これでウェイチャートで支払いができます。我们三个人吃了496。やっぱ中国でね、その携帯番号と銀行の口座とか紐ついてるから、携帯の番号がないと本当に支払いもできないし、中国のあの配車アプリ DD とか、あといろんなアプリが使えなくて結構不便だから、もう絶対ね、中国の携帯番号が必要なんです。あ、え、あそこにちょうどチャイナユニコムのビルがあるの。これ偶然、たまたま。中国の三大通信会社の中の一つだから安心できます。おはようございます。イエーイ。皮蛋、我们今天去吃什么？我们今天去吃蟹黄面。カニ味噌麺、超楽しみにしてる。そのお店の名前は豫新记。結構上海で有名なチェーン店だそうです。ちなみに今回上海に来てね、このチョコシームを使って Google 系のアプリは全部使えます。もちろんね、 YouTube も視聴可能です。もしね、そのデータが足りなかったら現地チャージもできます。昨日ね、ツイッターの投稿もしました。今上海に来たよみたいな。而且他也可以跟中国的电话号码打电话。あとね、これは日本に戻ったら中国の SMS、承認コードとか普通に受信できる。也可以收信息、也可以收验证码都可以。国内で中国のその承認番号を受け取れる。啊，就真的还很方便。嗯，这里是四川北路。到了，就是这里，ここです。豫新记。ここのカニ味噌麺は蘇州の名物だよね。なんか上海料理は実は蘇州とか浙江省とか、まあ、周りの安徽省とかいろんな地域から来た料理が多くて、でここもあのすごく有名だそうです。ちょうどしてがまあ很有名だ。トウハンヨミン。トウハンヨミン。为什么要叫トウ是？
吃了会变秃头吗？为什么叫秃黄油？秃黄油是苏州话独有的意思哦，特别对。上海人的话就叫蟹黄面。好，那就要一个那个秃黄油面。我要吃这个饮料，桂花酸梅汤，大好喜欢。来，我扫你。支付宝扫码。面的单价是168，結構高。嗯。いただきます。嗯。什么？这个是配菜。然后这个是面，它很细耶，これ不碎。こんな感じ。哎，我是第一次吃这种面，好满，全是蟹黄，これすごくない？ちょっとね、食べ方がわかんない。你看下这个吃法是？对，我先给你拌开。哦，好的。啊，这样子，好专业。哦。然后再把这个蟹黄都。蟹黄。哇。すごい。哎，这一碗里面大概有几只蟹的蟹？三公三母。三公三母，六只蟹。だからこの値段しますね。すごい、見てください。いただきます。嗯。啊。蟹黄的味道很浓。私はね、上海ガニマジで好きだから。いつも上海ガニを食べるときね、あのカニ味噌しか食べたくないのよ。あ、配上这个。あ、漬物めっちゃうまい。很清爽，就是你吃一口这个面，再配一点这个菜，特别的清爽。これは東京だったらいくらになるんだろう？カニ味噌こんだけいっぱい入って。一旦はね、やっぱ上海ガニは甘すじゃないからどう？马蹄讲的对，我能知道为什么好吃。哦，理解できる。理解できる。嗯。上海ガニが嫌いな人でも食べれる。でもカニの匂いが嫌い。麺がうまい。麺がうまい。嗯。哎，皮蛋这里是哪里啊？好漂亮。四川北路的广场。广场，你叫上来呀。这边有好多咖啡店，还有杂货铺这种。哎，哪里ここ？面白い。いや、この街本当におしゃれ。ちょっとね、お腹いっぱいになって眠いからコーヒー一杯飲もう。おしゃれ。私は初めて中国のスタバってドリップコーヒーを飲む。ちゃんと仕事してる。ちょっと Wi-Fi を使いたいから、なんかね、中国の例えばこういうお店とかいろんな公衆施設に行ったら無料の Wi-Fi は基本あるんですけど、全部ね、中国の携帯番号のあの承認が必要です。チャイナユニコムの番号をもらったから押すと、あ、来た、ほら、こういうところに来ると Wi-Fi につなげてデータの節約もできます。いただきます。うん、星巴克的手冲咖啡蛮好喝的。今日はケニアを頼んだ。全然期待しなかったけど意外と美味しい。但我还有想吃的东西。什么呀？我想吃那个白斩鸡。真的，我这次来上海之前，我问了好多上海朋友，上海有什么必吃的店，其中有两个都告诉我说，这个张氏白斩鸡一定要吃。啊，就是这家吗？张氏。啊，它看上去非常的 local。今日土曜日だから人が多いかな。なんかこういう店はね、全然観光客向けじゃなくて、本当に現地の人が食べに来る店。料理は自分で取る。谢谢，ありがとうございます。啊，いただきます。これ皮めっちゃプリプリしてる。これはカレーです。中には醤油と生姜とネギあるかな。いただきます。うん、これめっちゃ美味しい。我本来是一个不喜欢吃鸡皮的人，でもこれだったら全然いける。中の鶏肉もジューシー。ほら見て、プリプリ。ちょっとつけて、パクチーも乗せて。うん、绝了、真的很好吃。皮蛋どう思うかな？私人生で今まで食べた白斬鸡の中で一番美味しい。本当に。皮蛋尝一下。嗯，好吃，うまい。比上海别的地方白斬鸡都会好吃很多。哦。嗯。やっぱりさすが名店。
でもこのお店は日本人にはちょっと難しいかも。なんかメニューも全部中国語だし、店員さんも多分日本語とか英語全くできないから、なんか中国語できる友達と一緒に来ないとちょっと難しいかもしれない。皮蛋这个是什么？这个叫双蛋。双蛋，这是初めて見たこれ。这是上海老爷叔阿姨最喜欢吃的东西。厚揚げと湯葉、あとはお風みたいなものが入ってる。湯葉から。里面有肉。味がさっぱりしてて、なんか毎日食べられるような味。还有粉丝，哎，我觉得冬天很适合吃这个。对。ごちそうさまです。吃的好饱啊！我本当に美味しかった。今日も一日大満足。皆さんおはようございます。今日行くお店はね、中国の黒真珠レストラン。这个黑珍珠餐厅是什么呢？就有点像那个米其林餐厅，是一个中国特有的餐厅评选的一个标准。黒真珠レストランに選ばれた店は基本環境も良くて料理もすごく美味しい店です。啊，门到商场里面了。哎，すごい！すき焼きの店、内装がすごい。现在国内的店装修都这么浮夸吗？太日式了。这不是日式，我觉得日本没有这么浮夸的店。我们要去的是那家石炉，对吧？この店はね、私大衆点評大众点评でいろいろ調べてここにしました。评分很高，然后大家也说是本帮菜做的最好吃的几家店之一。すごい、美味しそう。高級な感じの店。进来，他问我要点什么茶，然后呢，我就看了一下这个茶的菜单，ちょっとびっくりした。高い、188、288。さすが高級料理店。そう、私はね、このプーアルチャー頼みました。わあ、このメニューもなんかいい感じ。あ、これはね、有名な料理、豚ちゃん、猪頭、来た。なんか盛り付けが綺麗。这个音乐也很那个高雅。对，不愧是高级餐厅哈，喝一下它高级的茶好不好？まあ美味しい、美味しいは美味しい。プアルの中でも美味しい方だと思います。它中午的话直接到店，它有那个ランチセット。まあランチセットを頼んだら結構安い。あれ前菜が来ました。これは前菜です。クラゲ、羊肉と豚の軟骨。じゃあクラゲからいただきます。ん？美味しい。有那个葱油味，应该是葱油拌的。试一下这个羊肉，柔らかい。ちょっとだけ羊の匂いを感じる。试一下这个猪软骨，これ私苦手かも。これ絶対甘い。あ、甘すぎる。酸っぱくて甘い、柔らかい。多分日本人の口に合うと思う。これはハトです。来了我们的妙龄乳鸽。哎，对，日本人不吃鸽子哦，中国和法国都还比较喜欢吃鸽子。啊，美味しい。塩味だけど、なんか香辛料も入ってると思う。啊，これ獅子の頭って言います。啊，これ美味しい。柔らかい、这个很软，ホクホクして，真的超级软，就是你吃到嘴巴里面，它会肉会像融化掉一样。八宝鸭它也是一个比较有代表性的淮扬菜吧。アヒルの中にもち米とかを入れて、なんか焼く料理なんですけど、でこの店はね、多分ねこのオレンジを乗せてラム酒でこう火をつけるのはこのお店のオリジナルだと思います。うん、吃一下这个皮、あ、感觉很脆的样子。うん、这皮很脆。味付けは北京ダックとも全く違う。これの皮はなんか北京ダックよりもっと薄い。就是有一点点甜橙的香味。我觉得日本人应该淮扬菜整体都会觉得蛮好吃的。然后这个菜呢是今天我专门点的，因为我看到很多人都推荐这道菜嘛，叫淮扬软兜。これはね、タウナギです。就是在日本我很少见到这个鳝鱼，对吧？这个菜刚才服务员说是1949年中国开国的国宴的第一道热菜，所以我期待值现在很高。これ食べ方がわかんない。你好，这个怎么吃？これの食べ方はこうやって、北京ダックみたい。然后卷一下，1、2、3，嗨。很好吃，就是。很软，而且它有那个味道。ネギオイルとごま油の味がしっかりしてる。ベースは醤油味ですね。
分かった。なんか海洋料理のベースは結構醤油味が多いです。これもこれもこれも、あと砂糖もしっかり入ってて。这个菜刚才呢他介绍说是一个刀工菜，就这个他切得很细很细很细。あとこのスープもね、親鶏とかあとハムを何時間かけてもうじっくり煮込んだスープです。あ、うまい。他那个鲜味啊非常的鲜，这汤真的很好喝。はい、最後のご飯です。またタウナギ。刚开始我不知道这个长鱼也是鳝鱼，早知道就不要点那个鳝鱼了。これもね、なんかまた醤油味っぽい。うん、うん、味付けはねこれとほぼ一緒。ちょっと唐辛子も入ってるからもう少し辛い感じ。でも基本的な味付けはさっきのこれと一緒。ちょっとね注文失敗したかも。所以大家记住不要这两个一起点。小姨姐你觉得今天哪个最好吃啊？なんか全部美味しかったけど一番好きなのは獅子の頭かもしれない。嗯。哎，皮蛋你觉得呢？你最喜欢哪一个？啊，我觉得这个八宝鸭最好吃。八宝鸭，嗯，我也觉得很好吃。皮很甜，然后色脆。然后我们今天一共吃了多少呢？三人で2万円ぐらい。確かに昨日と一昨日食べたものよりはちょっと高いかもしれないけど、この環境となんか味と量はすごくコスパがいいと思う。嗯。今天的上海下着小雨。まあお腹はまだ空いてないけど、せっかく上海に来たから最近ね上海で人気なデザートも食べてみたい。那今天皮蛋和我另外一个朋友推荐了我一家甜品店。我们现在在的这条路好美啊。皮蛋，你是怎么知道那家店的？那家店就是在网上非常有名，它其实非常隐秘的角落在。ここ？確かに。あいめ。お店の名前も面白い。乌龟。カメ。他为什么叫乌龟啊？好可爱。哇，すごい。好好看。何？アルパカ？他会吐我口水吗？有可能。啊，有可能。可愛い。可以摸吗？可以。啊，他的头好软。啊，可愛い。三岁半了。啊，好可爱！亲亲好不好？你怎么这么可爱？哇，这个店真的太适合拍照了。このメニューもすごく可愛い。あとお茶も飲めます。我点了茶，然后呢，它这个杯子是可以自己选的，这个叫布梨。嗯。然后我还点了凤凰单丛。单丛是我很喜欢的一种乌龙茶。我感觉这个老板他很有钱，而且他开这家店不是为了赚钱。なんか完全に趣味でやってる感じ。まずお茶。嗯，还不错。一煎目は店員さんが入れてくれたけど、二煎目から全部ね自分で入れられます。これ可愛すぎてどこから食べればいいか分かんない。じゃあここから。尝一下，おいしい。そんなに甘くない。甘いものちょっと苦手だから、いつもあんまり甘くないデザートを食べます。これの甘さはちょうどいいです。外面是那种有点像慕斯状态的，然后有淡淡的酸奶味。里面这个呢是有梨的味道的，像啫喱一样的东西，而且很配这个茶。你看他很用心，他会把这个里面所有的配料用的原材料都写出来。我觉得这个店啊很适合。带女朋友过来约会，还可以一起玩个草泥马。哇，这个店真的是绝了，对吧？不是，我觉得是那种人に教えたくない店。わかる。我们走啦，拜拜哟，拜拜，再见。今回は上海に1週間滞在していろんな美味しいものを食べて本当に良かったです。実はね、上海には美味しいものはまだまだたくさんあります。今回はこの動画で皆さんにご紹介したお店はね、私が実際に行って本当に本当にどれもすっごく美味しかったです。ぜひぜひ皆さんこの動画を保存して、まあ、上海に行く前にご参考になれたら嬉しいです。そして今回は初めて試しに使ったチョコシームのこのサービスも、まあ使ってみて本当に良かったです。中国に行く前に日本国内でネットで申し込んでサービス開通もできるので本当に便利です。あとこのサービスは中国だけじゃなくて国際パックだと26カ国と地域で使用可能です。まあ出張とか旅行するときに結構使いやすいと思います。その詳細はね、概要欄に貼って
ってありますので、よかったらぜひね、チェックしてみてください。あ、对，如果看这个视频的也有上海的朋友，或者是住在上海的日本朋友，一定一定一定要在留言区分享给我们更多好吃的店ね。あの下のコメント欄でぜひぜひ情報交換しましょう。今後も中国のグルメをどんどん紹介していきたいと思いますので、よかったらね、皆さんぜひチャンネル登録といいねもお願いします。はい、明日の飛行機で東京に戻ります。皆さん、またねー。